ということで、今日は YouTuber の一日をやっています。あと1時間半後には新宿駅に行かなきゃいけないんで、準備します。本当は朝早く起きてデータのチェックとかしなきゃいけないんですけど、寝坊しちゃったので、新宿に行く電車でチェックします。やば、雨めっちゃ降ってる。え、雨降ってんじゃん。え、今町田に着いたので、これから知り合いと合流します。もうやばい、暑すぎて汗がほら崩れてないかな。大丈夫かな。帽子かぶってきたのは汗が嫌だからです。え、なんでさつきさん奥行かないんですか。いやいや、そこを立てさせてください。先輩すいません、なんかカメラ回してて。めっちゃ暑いですね今日。パンケーキ屋にさつきさんと合流しました。え、大丈夫ですか。お久しぶりです。パンケーキを食べてきました。今から YouTube の生配信をしにカラオケ館探し中です。さつきさんとあやひがさだ、念願の。ポテトサラダと町田の塚田農場、塚田農場に来てます。コロナの影響で他のお店が10時閉店のクジラストオーダーなんで、なんかここは夜11時くらいまでやってるってことだから、今から楽しみます。大丈夫かな、本当に人生初の馬刺し、馬ですよ。ただ食わず嫌いしてると、ま、本当に人生もったいないって言われるから食べます。じゃあ馬刺し行きます。うまっ。え、めっちゃ美味しいじゃないですかこれ。うまっ、食べてこなかったの損してる。美味しいですか。インスタ映えですよ先輩。なんで警察官が好きなのかよ。うーん、え、確か本当にいいんですか。なんかごちそうさまです。ごちそうになっちゃいました。さつきさんになんか誕生日っていうことで、ごちそうさまです。ありがとうございます。やば、さすが先輩。謎の物体。
さつきさんと久しぶりにこうやって楽しく会えてよかったです。すみません、なんかおごっていただいて、またお願いします。遊んでください。また遊びましょう。さよなら。ただいま帰りました。8月の13日の夜12時41分ということで、私28歳になっちゃいました。今さっきですね、私の家のマンションの高いボックスにこんな大きな荷物頼んだ覚えないぞとしたらね、名前見たらパニさんなんですよ。パニさんは私がすごい可愛がっていただいている韓国の元男の子 YouTuber のお姉さんなんですけども、まさかのパニさんから誕生日プレゼントでもね、だって8月13日にこんなでかい荷物なので、ちょっとこれ開けます。すげー、これあれだよね、ヘッドホンだ。すげー、これあれじゃん、歌ってみた用のマイクじゃん。パニさん自分の部屋にこういう歌ってみた系のマイクみたいのアームでこうかっこよく置いてるから、いやいいなーみたいな、遊びに行った時にそういいないいな欲しいなーって言ってたから、うわーありがとうございます。すげーかっこいい。これで歌うんだ、こうやって。これをこれからですねいっぱい使います。パニさんに分かるように韓国語でちょっと話します。オンニーセンイルソンボルヘジュソーソーソンマイカッサミダーアプロー제가노래할때이마이크를사용할게요ありがとう。嬉しい。あ、大きかなの超おしゃれな Vlog をおいです。